和光市白子付近埼玉県道109号、新沢高線は埼玉県新座市の AIC から東京都練馬区の東先橋交差点へ至る一般県道である。埼玉県内での通称は旧川越街道。埼玉県朝霞市栄町付近終点の東先橋交差点は東京都練馬区に属するが埼玉県内間結の路線として扱われており、都道区間はない。 かつては国道254号の一部で、当時の通称は川越街道であったが、新座バイパス開通時に県道に降格し、川越街道の通称は同バイパスに移された。道路線は常実のように旧川越街道と呼ばれているが、江戸時代の道筋ではなく、白子宿通り、大阪通り、浅久保通りなどが江戸時代の川越街道である。 新動に比べると福音は狭いが、霧通しによって、勾配の緩やかな道路付けになっており、歩行者や自転車が通りやすい。和光市白子では豊富な湧水があり、さらに北上すると旧家が点在するなど、新動にはない風景が広がっている。起点の A インターチェンジは、和光方面から直接入ることはできない。前線に渡り片側一車線の対面通行になっているが、 和光方面から走ると、A インター直前で振動の築定と、インターから東剣道への一方通行に阻まれる、形で行き止まりとなる。埼玉県新座市朝霞市和光市東京都練馬区。ありがとうございます。